お疲れ様です。何事かと思いましたよ。ジャンクスタイルです。昨日何時ぐらいだ、11時過ぎぐらいから12時までの間ぐらいで、なんかたくさんの お友達からもう一斉に連絡が来てて、ちょうど僕その時動画の編集作業してて、ちょっと携帯見れてなかったんですよね。で携帯見たらなんかメッセージめっちゃ溜まってて、いろんな媒体ですよ、いろんな媒体のメッセージと、いろんな地方からメッセージっていうか連絡が来てて、何事よと思ったら、これ撮ってるのが水曜日なんですけど、14か。お盆の最中っすね。水曜日から、バースデーで売り出しあるよって、これみたいな感じで来てて、なんだと思ったら、ウルトラマンの怪獣のソフビが、5個で1000円のセールをやるみたいとか言って、みんな分かってらっしゃるな、僕が好きそうなの。ジャンクさん出番ですよ、みたいな感じでね、メッセージいただいてたんですけど、あ、5個に出そうかなと思ったけど、皆さん興味ない方もね、多いでしょうから、ちょっと、ショーとか何かでやるわ。結構ね、5個セットになってんのね、5個セットの福袋みたいになってて、5、6パターンあったのかな。でも5個入ってる中の持ってるわ、ちょっとこれ以上いらないかなみたいなのが 2,3 個入ってるとか、そういうパターンで、欲しいのは2個だけとかね、十分安いんですよ。2個で1000円とかでも全然ね、普段の値段より全然安いんですけど、なんかね負けた気がしてね、そんなセールの時に。だからホットミールとかって特殊だよね、やっぱ2個3個欲しいものとかあるもんね。ソフビとかフィギュアとか2個3個ってはあんまならないですからね。というわけで今日は何をやるかと言いますと、こちらですね。こちらですねって言われてもわけがわかんないと思うんですけど、段ボールが2箱、ちょっと下の方映ってないけど、2箱届いておりまして、まあ、これは何かというと、6000人登録者様、ね、ありがとうございます。行きまして、それのプレゼント企画の当選品ですね。ありがとうございます。お友達から聞かれたんですけど、今日の動画まだ見てないけど、プレゼント企画って何かもらえんのみたいな感じで聞かれたけど、いやいつも通り、僕がもらうプレゼント企画だよ、みたいな。すいません、プレゼント企画って言いながら、僕がプレゼントもらうだけっていうね、はい。当選者様、お二方ですね。ちょっとずいぶん前に届いてたんですけど、動画撮りながらの方がいいだろうなと思って、ちょっと動画の順番とかもあったんで遅くなっちゃったんですけど、こちらの方ね、せっかく当選品なので動画に収めながらね、見ていこうかなと思いますっていうか、ちょっとカミカミだったけど、もともと送ってもらう約束のもの送ってもらえるものがあって、それのついでにみたいな感じで、でちょ、あ、もう6000人だからプレゼント企画として送るわみたいな感じでね、お二方とも、だから6000人行く前にもう発送準備してくださってたのかな、多分。です。あ、6000人ね、そう。ちょっと前後してる時があるんですよね。5990人台に戻ってたりとか、カウンターっていうかあれがね、するんですけど、YouTube のなんかバグっていうかね、結構プラスマイナスがあるんですよね。5ぐらい。だから皆さんは10人単位でしか見れないので、5990人とかなってると思うんですけど、なんかね、5999人とかね、なったり、6000、なんだ、100じゃないね、10、20何人とか、ボーンって上がって、ボーンって下がってとかするんですよね。あれがよくわかんないですよね。まあそんなこんなで、多分もう今ぐらいも安定してるんじゃないですかね。ただ6000人って随分前になったのに、それが全然増えてないように見えるっていうのがね、ちょっと嫌なんですけど、ジャンク偉そうなこと言って全然増えてねえじゃん、みたいなね。はい、そんな感じっす。とりあえずっていうか、なんか何が入ってるかね、ちょっと約束してたもの以外は本当にわかんないんで、ちょっとまた手探りでいこうかな。よいしょ。あ、なんか重いね、二つだと。じゃあ最初の当選者様の分を開けていきましょうか。しつこいかな。最初の当選者様、なんだ？ペンネーム？ハンドルネーム？あ、ドンキなら来年できるもんさんからですね。ちょっとこれ多分上の方というか開けるけど見ないで出した方がいいよね。ちょっと横の方に一旦避けます。ちょっと動画ではね出せないものも入ってたんですけど、それはちょっと映さずに、なんか怪しげなものが入ってるね。なんだこれは。あれ、マッチボックスファイブカーパック。あ、今回の一番人気のやつですね。ムーンアイズが入ったやつ。ムーンアイズはこれ何なの大体。
1932フォードクーペモデル B、 モデル B。 おー、あ、いいのこれもらって、ありがとうございます。ありがとう。あ、他のやつもいいね。63年のキャデラックのアンビュランス F100 のパネル版とかいいよね。あとダッチャレンジャー SR、 あ、そう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 、65年のマスタング入ってるんですよ、これ。ワイスピカラっぽいですよ。これ、一番人気ですよね。ありがとうございます。すいません。いいのもらって。多分皆さん、これを狙って西松屋さんを巡回してらっしゃると思うんですけど、僕一回も見たことなくて、やっぱムーンアイズってだけでね、結構な人気になっちゃいますもんね。ありがとうございます。前回はなんかモパーまでいただいてね、この方から。ホットイルのファイブカーパックの方ね。なんか人気どころは全部もらい本で、あ、その前もね、日産のやつはね、別の方からいただいたんですけど、ファイブカーパック。自分でね、なんか手に入れられないっていうね、もらってばっかりで申し訳ないですけど、いや、努力はします。努力はちゃんとしますけど、と言い訳しながら。ね、なんだこれ、わかんないぞ、これは。箱の形状から全然わかんない。なんだなんだ。あカルピスね、今年もやってんだよね。トミカの、なんだろう、カルピスとかを買うと、これがついてくるというキャンペーンのやつですね。ありがとう。あ、なんか見つけた後は聞いてたけど、送ってくれるのありがとう。あとこれ、今度開けようね。長くなっちゃいそうだけど、三ツ矢スポーツカーだって。へー。炭酸のはしご車。へぇ。ありがとうございます。自分じゃなかなかねって感じなんで、ほんと、ありがとう。いや、どれも、僕にはっていうか、僕単独ではなかなか手に入れづらい、入らないものなんで、ほんとありがとうございます。キャンペーン当選者第1号様は、こちらの分ですね。ほんと、いや、ありがとう。これも開けたいけど、またいずれ開けます。ちょっと動画長くなっちゃうからね、開封までやってたら。ありがとうございます。で、続いてのプレゼント企画当選者様ですね。この方はハンドルネーム、ペンネーム、何しようか。あ、やっぱりペプシーは青やね、さんからですね。またね、これね、これ遊んでんの。ウルトラマンデラックス図鑑ってなんだよ、それ。わかんないよ、品名。で、ザマックって書いてあるんです。そう、ザマックのマルチパックあったじゃないですか。あれを、もともとこっちでは、福岡っていうか、北部では、ちょっと手に入れられないかもしれないっていうことで、頼んでたんですよね。結果、僕も地元で見つけられたけど、全然安心感が違うからね。でも、ヤマダ電機のキャンペーンと同時だったんで、並んでる最中に、ジャンクスの分抑えたよって、連絡が来て、本当安心感が違うもんね、全然。なので、ちょっとザマックのマルチパック2個目になるけど、どうする？送っていいの？って言われたけど、あ、ちゃんとお金はね、お支払いしたんですけど、いや、2個あっていいよってね、感じで、すいません、すいませんね。なんか手に入らなかった方も、やっぱりいらっしゃったようで、本当申し訳ない。あ、バースデーはやっぱ、ホットイールは入ってないですね。だから、今日はウルトラ怪獣のソフビだけ買ってね、帰りましたけど、そういつもの店員さんがね、もう忙しそうに、あ、チーカーも何かやってたね。すごくね、忙しそうに陳列されてたんですけど、ウルトラ怪獣どこにあるのかわかんないから、すいません、どこですかみたいな感じで、恥ずかしながら聞いて、僕ちゃんとホットイール以外でも買いに来てますよ、みたいなアピールもしてね。それどころなかったっすけどね、店員さんは。本当に忙しそうでしたね。めっちゃ混んでたね、バースデーも。とりあえず、これも横に置いて見えないようにして出しましょうか。いや、見えないようにしてっていうか、もう見えないけどね。全然あ。とりあえず横に置こう。で、先ほど申し上げてた、ザマックのマルチパック。これはちゃんと お金払ったからね。お金払った。これは当選品じゃない。ごめんなさいね、本当買えなかった方もいらっしゃるのに。っていうかさ、ウルトラ大図鑑ってなんだと思ったら、これか。デラックス図鑑。へぇー。っていうかさ、これ、5000人の時も書いてくださったんですけど、この方の、次男くんでしょうね。書いてくれても、これがね、ほんと嬉しい。これをどんどんね、重ねて貼れるように、僕頑張るよ。ほんとね。ダメだよ、このずるい。
おじさん涙腺緩んじゃうよ。早速これ貼っとくね。ここ重ねて貼るね、上から。でどん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 さ貯めていくわ。もう柔軟におめでとうございますとかいうのも貼れるようにするからね。頑張るよおじさん。これは後でゆっくり見よう。え、こんなの配布してんの？え、配布のやつだね。ないぞこんなの、うち。でこれは何やろうな。なんだ、全然見当もつかん、あのサイズ感なんですけど。え、なんだろう、トミカ。あ、ちょっと待って、かぶった。ありがとうございます。かぶったけどありがとう。あ、こういうことあるんだね。そりゃサイズ感見当つかないわ。全、これ全4種なんですかね。あ、全員4種かぶったね。こんなことあるんだ。そうそう。あ、そうそう、あ、そうだ。4種かぶっちゃったね。でもありがとうございます。あ、でも働く車系とかね。何台やってもいいし。あ、こういうことあるんだ。ってなんかびっくりした。かぶっちゃったね。なんか、同時に今日、あ、なんだ、お二方分を開封してるんですけど、タイミング悪かったね。でもありがとう。これ心置きなく開封させていただきます。あとね、なんか3つぐらい、あ、3つ4つちょっと手探りで、手探りでやっても意味ねっか。出しちゃおう、ちょっとわかんないから。え、なんだろう、ちっちゃいのからいく。ちっちゃいの、これなんだろうね。わ、またプチプチ。なんだ、ルースのミニカ。あ、あー、トゥクトゥクですね。あの、マジョレットですよね。そう。あの、これ、僕持ってないんですよ。あの、ミニカーを、の収集家を、ちょっと中断しちゃってて、中断っていうか一回やめて、復帰する直前、前後ぐらいに出たっぽくて、しかもこれまあ人気だったんで、その後も見かけることなく、中古でも見かけることなくって感じ。お、ありがとうございます。あ、こんなんだったんだ。ダイキャストこの辺で、ハートプラやったんだ。マッチボックスでも最近出ましたけどね、これスケールとかあるんですかね。あ、ちゃんと書いてある。47分の1。結構デカめなんですね。マッチボックスもちっちゃかったもんね。この辺ぐらいまででしたもんね。あ、これは大事に飾らせていただきます。だからこれのトゥクトゥクが手に入らなかったから、ホットウィルのトゥックンロール、モンスタードラッグの、鬼のように買ってたら、目があったら買うってやってたら、めちゃくちゃ集まったっていうね。予想外にあの時買えたんですよね。最近セカンドカラーも出ましたね。これは何だろう。なんか、開ける前かなんか分かっちゃったぞ。あれやんか。猫ミームのやつですね。バナナ猫。これ欲しかったんよ。な、え、UFO キャッチャーで撮ったのかな、確かこの方は。僕 UFO キャッチャーあんまね、あんまっていうか得意じゃないんで。これ欲しかった。いや、もうこれ大事にしよう。飾らせて。あ、どうしたらいいかな。飾ったらでも押せないから、車につけて。いや、うん、なんか、どっか手元に置いて鳴らした方が面白いよね。猫ミーム本当すごい見てましたよね。見てましたよねっていうか、出てきてたよね。最近はあんま見なくなったのかな。でも全然いいよな。あ、これなんか怪しいぞ。なんかふわふわしてる。ちょっと押さずに、みんな、わからないようにしないと、楽しみだね。また猫ミームのやつやった、ほら。これは、え、なんか違うやつだ。これって叩くやつ？叩く猫？あ、音声は一緒なんだ。いや、好きなんですよ。なんか猫ミームってほんといいよね。あの、叩く猫とか最高やないっす。で、このバナナ猫泣くやつ
突き叩かれて泣くっていうパターンのやつね。最後これは何やろな、ブースじゃないっすよ。あー、わからんな。これカードの長さっていうか、この高さっていうかがわかんないぞ。これなんだ、本当にわからん。ブリスターの形状から、あ、ホットイールか。これホットイールっすね。ブリスターの形状とか、このブリスターの厚みからして、ホットイールのベーシックカー系だ。で、この長さのカード、ショートカード、あのヨーロッパカードとかショートカードとか言われるやつかな。え、なんやろ、全然見当がつかん。はいはい、なんだよ、ホットイールのショートカードとか嘘つけて。スピードシティ、あのウィリーの最近出たんですよね、シビックが。これ全然見かけなくて、この方ね、シビック好きなんでめっちゃ買ってたのよ。めっちゃ買いすぎやろとか言ってたんですけど、一台回ってきた。あ、ありがとうございます。これ見たことないぞ、トイザラス。あ、トイザラス売ってるんですよね、あのスピードシティって。これ色綺麗ね。いや、意外とね、ウィリー、あの昔100円ショップ、ダイソー以外の100円ショップかなで売ってたんで、ちょっとバカにしがちなんですけど、これめちゃくちゃいいね。超高渉スケール60分の1になってるけど、多分ちょっと大きいか、64分の1よりちょっと大きいか、60分の1ぐらいかな。ありがとうございます。あ、見たことない、ほんとこれ。結局のところ新しいラインナップって何が揃ってる出てるんですかね。ウィリーもなんだろう、あんまり最近安くなんないし、安くなった時に限ってホットイールも安くなってるから、スピードシティ、ウィリーだったらスピードシティとかいろいろ言うけど、スピードシティね、今なかなかね、ちょっと買えずにいるけど、シビックがあったら買おうかな、これがねあったら買おうかなと思ってたんですけど、なかったんだよね、買わずじまいだったんで。本当ありがとうございます。お、やった、なんか欲しかったの2つ。お、ありがとう。え、ありがとう。というわけで、プレゼント企画の当選者様、2名のね、開封の方させていただきましたけど、面白いね、面白いっていうか、なんだろう、欲しかったけど手に入らないもの、入らなかったものが、ツボついてくんな、みんなっていうか、二人ともな。でもそっか、毎日僕の動画とか見てくださってたら、何が手に入って入ってなくて、どれが好きで欲しがってるとか、わかるんかな、わかるんかな、もう全部さらけ出してるからね。これあの被ったのおかしかったねとりあえず、はい、こんな感じで遊びたいと思います。ね、この手の動画というか、こういったあのいただき物動画とかアップすると、必ず低評価を押す方がねいらっしゃるんですけど、人の幸せをね、自分の幸せのように感じることができる、そんな人間に皆さんなっていただきたいですねやべえ、嬉しいなこれマジで。どうしようか、あの全然開封してないけど、またあの檻を見て開封しよう。とりあえずツクツクとこれで遊び倒そう、あとムーンアイズのやつ眺めてよっとって感じっすね、はいじゃあプレゼント企画の方、まだまだあの締め切り等々ございませんので、あの皆さんお気軽にあの参加されてみてください。こんな動画で言うのもあれだけど、 SNS X インスタグラムやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録、低評価押すなよ、チャンネル登録はしてね、高評価よろしくお願いいたします。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。